皆さんこんにちは。前回に続き今度は具体的なお話をしたいと思います。どのようにして訓練をしていけばいいんだろうかというところに移りたいと思います。私は全国のいろんな吹奏楽の指導に回っています。その時にもみんなで大きな声でやるこのお腹の体操というのがあります。このお腹の体操123なんだけれども、これを皆さんに分かってもらいたいなと思って今日は動画にアップしました。これはやはり私がアメリカに行った時に、学んだことの一つでもあるんですが、日本人向けにというか私なりにアレンジしたものでもあります。まずこのお腹をうまく扱えるようにならなきゃいけないというところで言うと、お腹を自由に動かせるようにならなきゃいけない。この動かせるようになるために無意識でもできるまで持っていく、その訓練方法を具体的に今やってみたいと思うので、皆さんも実はその場でできれば立ってほしいなと思います。いいでしょうか。まっすぐに立って、まずお腹、このお腹を中心に手を横にこうやって置きます。こうやって置いて、まずお腹を前へと後ろに動かします。後ろって背中ではなくてお腹を引っ込めるって考えてもいいかもわかりませんね。で、言葉としては前と後ろっていう言葉で言いますが、息をいっぱい吸って、今やってみますね。息をいっぱい吸って、前後ろ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 、これ分かりますか？前から見ても分かると思うんですが、ちょっと横を向いてみます。横を向いて声をできるだけ大きな声で喋って、もう一つは前という時にも後ろという時にも短く、なるべく早くスピードを持って言葉を出します。もう一回やってみますね。はい、いきます。息をいっぱい吸います。前後ろ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 、どうでしょうか。皆さん分かりますか。今私がそうやって声を出したらワンってこう響きますよね。この響いているのは何かっていうと、お腹を使っている。ところが、お腹を使わないで、前後ろやります。前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ。大きな声を出しても、前、後ろ、前。要するに、気張っちゃうわけですよね。気張ってしまって、音が楽器を吹くときにでも、汚い音になる。ところが、お腹を使うことによって、響く。響いて、綺麗な音になる。っていうのが、基本だと思ってください。さあ、これが一つ目。まず前と後ろっていうのを今やりましたね。前と後ろ。さあ、これが一つ目だとすると、二つ目は今度は右と左、右と左ってどうやってお腹を動かすの。多分動かせないイメージだと思ってください。イメージ。そして右と、そちらから言うと右はこっちになるのかな。だけど右左っていう時にも、お腹の中が右にちょっと動いてるような意識、左に動いてるような意識、できなかったらこれでもいいんだけどねこれではだん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 中が動くっていう意識を持っていってくださればいいです。これも息をいっぱい吸って大きな声で短くでやります。息を吸いますね。右左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 、わかりますか。なんとなく覚えてますかね。みんなもそうやって頑張ってやってほしいなと思うんだけれども、これ先ほどの前後ろも右左も20回ぐらいやったらいいんじゃないかなと思います。じゃあ今度はその組み合わせなんですね。前と後ろと右と左、これをやってみます。はい、いきます。
前、後ろ、右、左、前、後ろ、右、左、前、後ろ、右、左、前、後ろ、右、左。これ全部そうやって言葉を出しているのでも、なんか音の色、響き、音色と言われるものが違いますよね、こういうの。ね、こうやって前と後ろと右と左っていうのが分かってもらえれば嬉しいなと思います。ただ、これでは終わらないんです。さらにあります。それは、今度は、上と下です。上、下。3番目。この上、下。これは、できれば、常に意識の中には持っていた方がいいんですね。演奏するときに。ただまあ、今、ちょっとまずやってみますね。上とは何なのか。このおへそを中心に、このお腹がふっと上に上がる。肩を上げないでね。肩を上げてしまったら意味がないんです。お腹だけが息を吸って、ふっとこう上がる。上、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 ワンって響きますよね。上、下、上、下、上、下、上、下。この僕が今意識してるんじゃないんだけれども、上の方が声は上に上がりますね。それから下って言った時には勝手に下に下がりますね。つまりそれを言葉で言わないであーって歌うだけでやってみますよ。上と下、あー、まっすぐに伸ばしてるつもりが上に行った時には上に上がる、下に行った時には下に下がる。つまり自分の楽器を操る時にも同じ。これは歌もそうやるんですけれども、よく歌の人はこうやって手を当ててますよね。で、そうして高い声を出したいとき、あーあーってこうやりますよね。それが、何もやらなければ、あーあー決まった状態です。ね。お腹と連動させることによって、高い音はお腹が上に上がり、低い音を吹くときには、おーおーおー遮ることによって響いていく。これも意識下の中でまず勉強しなければいけない。さあ、そうやって先ほどと同じことをやります。上下です。息を吸って、上下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 。絶対こうならないでね。上下、上下、上下、上下。さあ、そうしたら今度はこの1、2、3を全部つなげます。前、後ろ、右、左、上、下。さあ、声も変わりますけれども、響き方、これも聞きながらやってみたいと思います。皆さんも一緒になってやってくださいね。息をいっぱい吸います。はい。前、後ろ、右、左、上、下。前、後ろ、右、左、上、下。前、後ろ、右、左、上、下。わかりますか？これを前後ろ右左上下言わないでまっすぐに声だけ出します。あー、何も変えてないんですよ。でも勝手に変わる。これをこのお腹を応用して楽器と連動させることによって高い音を吹くのでも何の苦しみもなくなるということ。高い音を吹くとき、音を出すときは、とかく、ね、金管楽器の人は、プレスします。それから、喉も締めます。そうやることによって、あたかも音が出てるように思うかもわからないけれども、本来、誰しもが言うのは、唇を緩めてください。喉を開けてください。これは木管楽器でも同じです。さあ、そして、先ほども言いましたように、ピアノでも打楽器でも、弦楽器でも、みんな、実はこのブレスをコントロールできることによっていい音が出るようになるんですね。これが一つ目のお腹の体操のこの3つです。それでは先ほどのお腹の体操 1、2、3 はこのぐらいにして、もう一つお腹の体操でイメージトレーニングも含めてお腹を動かすことをやりたいと思います。これを皆さんによく言うときに大笑いされちゃうんですが、お腹をまず
半分に切ってくださいって言います。半分に切ってここに丸い時計、あれですね、この時計をガバッとはめ込みます。おへそのところを12にします。後ろを6です。そして秒針があたかも1秒ずつ動くように1、2、3、4ってやっていくんですね。この時にもやはりできるだけ短く、そして、大きな声で喋っていく。つまりどうやるかというと、ちょっと見ててほしいんですが、息をいっぱい吸います。12から始めます。12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。今こういう風にして、ポン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 、イメージです。だからそのもの後ろなんか行くわけないじゃないの。確かに行かないかもわかりません。でも自分の打っているところを点で意識していってほしい。ポン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 。もう一回皆さん一緒にやります。いいでしょうか。はい、12からいきますよ。息を吸って、手は横に置いて、意識だけを当ててあげてください。はい、いきまーす。12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、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 12。このぐらいですね。ちょっときついよね。これを今一息で僕はやってます。じゃあ次はもう一つあります。その反対です。12から11。反対回りです。息を吸ってやります。12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1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 。少し体がポカポカするっていうか、温まってきますよね。体自身もお腹を使うことによってウォームアップされるんですね。つまり楽器をウォームアップさせるためには体もウォームアップさせなきゃいけない。このようにしてお腹と連動させる、その連動させる役目は息でしかない。息の字は自らの心と書きます。つまり意識をしなきゃいけないですね。できるだけたくさんそのことをやれるようにしてほしいなと思います。これは楽器を持たないで朝、または夜1日1回必ずやることで、そんなに長くはないですよね。もう 4、5 分もあれば十分にできます。ただまあ大きな声を出さなきゃいけないので、家でやるときには十分気をつけてほしいなとは思いますけれども、それでまあ部活動が始まったらね、また始まってるところもあるかもわかりませんけれども、全員でこれをやることによってもっとやりやすくなると思ってほしいと思います。皆さんぜひ努力してやってください。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回いろいろなことをお伝えいたします。それでは皆さんお元気で、さようなら。